バブニア県はスリランカ北部州に属する県。県とはバブニア、ワウニア県とも表記される。現在のバブニア県の領域は、紀元前5世紀から13世紀までラジャラタと呼ばれる王県の一部であった。13世紀から植民地時代までの期間は、バブニア県は北部のジャフナ王国の支配下に置かれていた。ジャフナ王国の滅亡後、この地は時代とともに、 ポルトガル、オランダ、そして、イギリスの支配下に入った。1815年、イギリスは、正論党の支配を確立すると、前頭を、定置新原、高知新原、タミルの3つの民族を基準とする、行政区域に分割した。この当時、バブニア県はワンニ県と呼ばれており、タミル行政区域の一部とされた。1833年、 コールブルーク・キャメロン委員会の提言により、民族別の行政区域は廃止され、新たに5つの地形に基づいた州が設立された。ワンニ県は、ジャフナ県、マンナール県と共に、北部州を構成する県の一つとなった。ワンニ県は後に、ムッダイティーブー県、ついで現在のバブニア県へと改名された。スリランカ独立後もこの行政区画は引き継がれ。 バブニア県は長らく北部州を構成する三つの県の一つであった。1978年9月にはバブニア県の北部が分離され新たに現在のムッダイティーブ県が創設された。スリランカ内戦中、バブニア県の一部は長期にわたり、反政府組織タミルイーラム解放の虎の支配下に入っていた。政府がその支配を回復したのは、 スリランカ軍が奪還を果たした2008年のことである。バブニア県は、スリランカ最北の北部州の内陸側南端に、一致している。面積は1967平方キロメートルで、県域は、北で、ムダイティーブー県、西で、マンナール県、南で、北中部州のアヌラーダプラ県と接する。県庁所在地であるバブニアは、県の中央付近に位置している。 バブニア県は4つの軍から構成されている。軍はさらに102の GN 地区から構成されている。2012年時点のバブニア県の人口は17万1511人。人口の大半はスリランカタミルから構成される。バブニア県の人口動態は北部州の他県や東部州と同じように2009年まで続いた内戦により大きな影響を受けている。 この内戦における死者は10万人に上ると推定されており、また内戦期間を通じて数十万から百万とも言われるタミル人が西側諸国などへ移住した。それ以外でも多くのタミル人が比較的安全なコロンボへと移住している。さらに県内にいたスリランカムーアやシンハラ人といったタミル人以外の民族グループの多くが LTTE により他の地域へと追放された。 しかし、内戦の終結後は、こうした、避難民の多くが帰還している。ありがとうございます。